皆さんこんにちは、墨田区長の山本徹です。歩いてみよう墨田でオフタイム。このコーナーでは人と人が温かい心でつながってほっと一息できるおすすめスポットを区長の私自ら笑顔いっぱいにお届けしていきます。さて今回お散歩するのはこちら東向島エリアです。四季折々の植物を楽しめる庭園の散歩に鉄道博物館の見学などさまざまな楽しみ方ができる街なんです。今回ご紹介する東向島エリアは墨田区の北西部に位置し、中央には東武鉄道の鉄道路線が通り、曳舟駅、東向島駅の2つの駅があります。またかつての町名寺島町と呼ばれていた頃は農業が盛んな地域で、特に江戸東京野菜の寺島ナスの生産地として知られていました。現在その農地はありませんが、近年寺島ナスを復活させて地域おこしに活用していこうとさまざまな取り組みが行われています。駅周辺などの再開発によって利便性が高い町としてファミリー層に人気な一方、下町情緒が残る古い町並みも感じることができるスポットです。そんな東向島エリアで初めにご紹介するのは四季折々の日本風情を味わえる庭園として地元の方から愛されている向島百花園です。早春の梅や5月上旬の藤棚などさまざまな植物を楽しめるほか、大輪朝顔展や虫利きの会、隅田川七福神巡りの参拝スポットになるなど、季節の催しがたくさん行われています。その中から今回は9月下旬に見ごろを迎えた萩のトンネルの様子をご紹介。全長30メートルもあるこちらのトンネル、深まる秋の訪れを感じる素敵な眺めですね。それではここで来園者に向島百花園の魅力をお聞きしましょう。まあ週に一遍来ても毎回毎回表情が変わるんで楽しいです。色がすごく綺麗なんで目が綺麗になりそうです。皆さんも四季折々の草花が織りなす日本の風情を味わってみてください。続いてご紹介するのは比嘉向の愛称で地域に親しまれているカフェ東向島コーヒー店です。木を基調としたぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気が魅力のこちらのカフェ、日当たり抜群のカウンター席に2階にはゆったりくつろげるソファー席、その奥には公園を見下ろせるテーブル席が広がっています。そんなお店のコンセプトは時間、空間、仲間、この3つが当店を通じてより良くなっていきますように。その言葉通りにカフェを通じて広がった地元商店や事業者との交流でコラボ商品の開発やイベントの開催などたくさんの新たな試みが生まれています。その一つが墨田仮想商店街スタンプラリーです。12月25日までですね、墨田仮想商店街スタンプラリーという形で当店含めた6店舗のスタンプラリーをしております。集めていただいたらシードルだったりとか、桃のジュースだったりとかそういったのを景品で差し上げるような仕組みになっておりますので、ぜひとも皆様参加していただければと思います。エリアを越えて区内のさまざまなお店が仮想商店街としてつながりながら地元商業を盛り上げていこうというこのイベント、ここでもカフェを通じた交流の広がりを感じさせてくれますね。当店を通じてそういった新しいお店とかを知っていただける良い機会になっていると思いますので、これからもどんどん新しいお店だったりそういったところとコラボレーションをしてより地元の皆様に知っていただく機会になったらいいなと思っております。
そんな東向島コーヒー店のおすすめがこちら。こちらは2種類あるブレンドのうち、香り豊かで苦味を抑えたまろやかな味わいで人気。そしてこちらのレアチーズケーキは墨田モダンにも選ばれた絶品。生クリームがたっぷり入った滑らかな舌触りが特徴で、フルーツソースも定番のブルーベリーのほか5、6種類から選ぶことができるのも魅力です。ランチにはサンドイッチもおすすめ。交流のある自家製ハムのお店オーティスさんの生ハムを使ったサンドイッチ、こちらも絶品です。美味しいという言葉がたくさん聞けるのはとてもいいことだなと思っていて、一番嬉しいのでこれからも精進したいと思っております。当店、オープンしてから15年ほど経ちまして、ゆっくりする時間がすごく大事な時期になっていると思うので、当店を通じて、ほっとする時間を、大事にしていただきたいなと思っております。これからも何卒よろしくお願いいたします。最後にご紹介するのは鉄道ファン必見、東向島駅に隣接した東武博物館です。延べ床面積2000平米の施設内には、東武鉄道で実際に使用されていた車両の展示をはじめ、東武鉄道の歴史や車両の変遷などが分かる資料など、鉄道の魅力が満載。鉄道ファンはもちろん多くの家族連れでにぎわう大人気の博物館です。この東武博物館は東武鉄道創立90周年の記念事業として平成元年に設置されたものです。この博物館の第一の目玉としましては、東武鉄道の1号車両が3種類揃っているという点です。こちらにあります蒸気機関車、こちらは東武鉄道初めて走った蒸気機関車です。さらにその隣にある電車、これは東武鉄道で初めて走った電車です。さらに中庭に行きますと、東武鉄道で初めて走った電気機関車と、こういった3種類の1号車両が揃っているという点が特徴であると思います。また2階には電車を下から覗くことができるウォッチングプロムナードというコーナーもあります。このように大人の方からお子さんまで皆さん楽しんでいただける博物館です。そんな東武博物館で私が特にお勧めしたいのがこちらの運転シミュレーターです。東武スカイツリーラインの実際の車窓風景を見ながら運転士気分を味わえるとあって、休日には行列ができるほどの人気なんです。1、2、3、東向島、これブレーキは、はい、運転士に、鳴らしていただいて大変楽しませていただきました。なかなか難しいですね。その他にも模型電車やバスの運転シミュレーター、さらに東武鉄道沿線の風景を再現した大型のジオラマ模型など、見どころ満載の東武博物館、皆さん楽しんでいますか？月に 2、3回は来ます。子供が好きなんで、はい、面白い。楽しい。面白い。じゃ将来は鉄道関係に多分行くかもしれないですね。東武線ってずっと言ってるんで、ね、ありがたいです、ね、皆さん東武鉄道の魅力にすっかりハマっているようですね。まだ来館していない方はぜひ訪れてみてください。東武博物館は東武鉄道の歴史や魅力がたくさん詰まった博物館です。皆様のご来館を職員一同心よりお待ちしております。さて今回の歩いてみよう隅田でオフタイム、いかがでしたか？四季を楽しめる庭園、コーヒーとチーズケーキが自慢のカフェ、そして子どもたちが夢中になる鉄道博物館、東向島エリアの魅力をぎゅっと凝縮してお伝えできたかと思います。次回も笑顔いっぱいにお届けしますので、どうぞお楽しみに。